はい、こんにちは、僕です。メタルマックス2続きをやっていきましょう。じゃあね、メンドーザ、エルニーニョのメンドーザがいる場所にね、行けそうなので、このまま登っていってみようか。見えるものといえば荒野ばかり。道理で誰も望遠鏡を覗いてないはずですな。あんた誰？しがないトレーダーでござんすよ。町の親分さんのご機嫌取っとかないと、あんしら商売できませんからね。トレーダーに対してはね、緩いんだよね。グラップラーの活動も。妙な動きをしたら撃ち殺すぞよそ者。なんかね、色が違うんだよな。エマのやつ、まんまとメンドーザ様に取り入って、今じゃすっかり俺たちの条約気取りで嫌がる。エマ？昔のワインゲット。これは？私はエマ、メンドーザのボディーガードさん。一体何の用だい？メンドーザに会いたい。会ってどうする？お役に立ちたい。やっつける彼女にしてもらう。ちょいとご挨拶を。必要ないかやんな。どうしてくんないの？メンドーザに会いたい。お役に立ちたい。ふん。流れ物のハンター。いいだろう、合わせてやる。ついてきな。あれ？選択肢によって会えるの？こんなはべらせてるな。流れ物のハンターが仕事を欲しがっているようです。いかがいたしましょう。流れ物か。ちょうどいい仕事がある。会ってみよう。ふふふ。武器は預かっておく。ここを出ていくときに返してやるから安心しな。武器取られちゃうの？あはん。あはんじゃないわ。お前が仕事を欲しがっているとかいう流れ物のハンターか。お役に立ちますぜ。わしの町にはまだドブネズミどもがこそこそ動き回っておる。わしに立てつき、わしを倒そうと考えているドブネズミどもじゃ。お前にはそのネズミどもを始末する手伝いをしてもらいたい。どんな手伝い？ドブネズミどもの親玉を見つけ出し、ふんづかまえて、わしの前に連れてきてもらいたい。ドブネズミ？歯抜け同盟と名乗っている連中でな、気抜けたんじゃなくて、わしとはずっと前からの敵同士、お互い手の内を知り尽くしているせいで、手詰まりになっておる。そこで、よそ者のお前の出番になるわけじゃ。歯抜け同盟を仕切っているのは金馬という男。そして金馬には、銀馬という昔馴染みの右腕がいる。どっちでもいい。もちろん両方でもいいが、そううまくはいくまい。どちらかを見つけ出して捕らえ、ここへ連れてくるのじゃ。報酬は？前金で200、成功したらさらに300、500だぞ。こんなうまい儲け話、いや安いな。見かけによらず、慎重な性格らしい。気が変わったらまた来るがいい。報酬は弾むぞ。安いんだな。ふふふ、コスプレよ、コスプレ。あはん。どうしようかな、そんなとこ。難しそうな仕事だな。ふふ、そう言って報酬を釣り上げる気か。倒せないのかな、こいつ。いや、本当女性がいっぱいいる。見渡す限り荒れ果てた今夜。まるで私の心みたい。メンドーザ様は切れると超怖えぜ。気をつけな。うるせえな。よそ者が慣れ慣れしくするんじゃねえ。うん。倒せないのかな、メンドーザ。泣いてる、便秘。泣いてるのか。女は何も答えずに、ただ首を横に振っている。名前は？あ、ヤズミン。なぜ泣いてる？ふぅ。なんなの？もう泣き終わったわ。優しいのね。あなたもメンドーザの手下なの？断じて違う。そうなの？じゃあなぜここに？ひょっとして、居抜け連合だか、歯抜け党だかのスパイとか。バレたか。面白い人。それで？昔のワインゲットして、昔のワイン。あなた、悪い人じゃないみたいね。嘘も下手だし。あ、なんだ、進んだ。選択肢によって違うんだな。お願いがあるの。聞いてくれる？いいとも。私には夫がいるの。今はこうして離れ離れになってしまったけれど、彼はもう誰か他の女の人と一緒にいるかもしれないけれど、でも私は今も彼のことが忘れられない。だからこれを彼に渡してほしいの。これは写真？そうよ。ちゃんと動くカメラがあったから、写真撮らせてってメンドーザに頼んだの。これはそのうちの一枚。あの人に私のことを忘れないでいてほしいから。わがままよね。もうつまらしいことは何もしてあげられないのに。旦那さんはどこに？この町にいるはずよ。名前はアロンゾ。今週はヤズミンは耳につけていたピアスを外してペペチに見せた。大したものではないけれど、報酬としてあなたに差し上げられるものはこれしかないの。引き受けよう。ありがとう。アロンゾに会えたらあなたを愛していると。写真に写ってるヤズミンという女がそう言ってたと伝えて。ヤズミンの写真を手に入れた。私の愛しい人だからが発生。新しいクエストだな。わかりました。清掃券反転。清掃券反転。何それ。ドクロの革じゃん。派手なドレス。倒せないのかなこれ。戦っていくことはできないんでしょうかね。もう用は済んだろ。栄えんな。帰る。飛び越えてくの。飛び越えてくんだ。いや、とりあえずにはその男の人探していこうかな。この上っ側にね、行けないんだよね。どうやって行くんだろう。あれ、外側に階段があるな。でもこっち側ね、あそこか。そこどうやって行くんだろう。上っ側ね、地下に繋がってるね。どっか地下がある。あ、ここでも行くと出ちゃうんだよね。こっちから戻れないんだ。あの時はどうもお世話になりました。どうぞゆっくりと休んでいってください。弟を助けてくれてありがとう。約束通りお酒をおごりますね。一杯だけじゃなくて、いっぱい飲んで、あなたは恩人だもの。ペペチたちはメロディのおごりで何度も乾杯した。そんな報酬だったっけ？おごってほしいという話した気がするな、そういえば。ここに人が増えてる。リッチーのやつ、早まったことをしなければいいんだが。何か用か？リッチーのお兄さん？そんなやつは知らん。そんなやつは知らん。交代だ。やっと交代かよ。待ちくたびれて死ぬかと思ったぜ。何？おい、ショーン。確かショーンって名前だったよな。なんだこら、何か用け。ローのそばをうろうろしていたメロディーとかいう娘、べっぴんだったな。おめえの女だって噂だが、本当なのかよ。本当に決まってんだろ、バカ野郎。そうなの？俺の女に手出しやがったらぶっ殺すどこら。わーったよ、聞いてみただけさ。そうなの？なんだてめえは。ちきしょ、見張りってのは退屈でしょうがねえな。そこを通してくれ。通してくれないの？俺はリッチーなんてやつは知らん。今は俺に話しかけるな。消えろ。なんだろう、メロディーと何かあるの？メロディーって酒場にいたよね。この人ね。どうぞゆっくりと休んでいってください。そうじゃないんだよな、そうじゃないんだよな。お酒を飲みたい気分になったらいつでも来てくださいね。わからねえな、これどうしたらいいんだ。あそこ通れないのかな？わかんないな、どうしたらいいんだろう。ここからね、多分地下にね、行けそうな感じなんですよね。この上に、地下に続く階段が見えるんですけども、どうしたらいいのかわかんない。あとね、探してるあの男がどこにいるのかわかんないんだけど。ヤズミンの夫、エルニーニョのどこかにいる、どこかにいるの？このエルニーニョのどこかにいるんですか？見つけられないんだけど。それらしい男はどこにもいないんだけどな。こいつは違うもんね。ヘクトルだもんね、こいつはね。違う？違うと聞こえたが、わしの空耳か？空耳じゃない。どうやら何か誤解があったようじゃな。目障りだ、さっさと失せろ。何？戦えないのか結局。あんた違う？空耳っす。そうか、で何の話じゃったか。そうそう。お役に立ちますぜ。引き受けてみる。よろしい。前金の200ゴールドはエマが準備している。金を受け取ったら早速仕事にかかれ。いい知らせを待ってるぞ。でもクエストにならないんだな。なんだ、女なら分けてやらんぞ。女はみんなわしのもんじゃ。通してくれた今度は。預かった武器だ。受け取れ。それからマイキーの200ゴールド。200ゴールド。マヌケ同盟の連中は町の地下に身を潜めているようだ。地下に降りるはしごやマンホールを見つけて調査してみな。きっとドブネズミどもが見つかるだろうよ。ネズミの始末が発生しました。どうなるのこれ。まだついてない。一緒に食事でもどう？今度は私に取り入ろうってのかい。抜け目のない女だね。考えとくよ、カエンナ。考えてくれるんだ。どこを探せばいいんだっけ。これどうなるんや。まだついてない。早いとこ使える人間だと証明してみせな。いや、わからん。このクエスト受けちゃってよかったのかな。あんたがドブネズミ。随分失礼な言い方するの。ちょっと傷ついたわい。じゃがまあ確かに今のわしらはドブネズミみたいなもんじゃ。グラップラーどもから逃げ回ってこそこそ隠れとるだけじゃからな。あんた歯抜け同盟の人？お前さんよそ者のくせに。なぜそんなことを知っとるんじゃ。街の噂で聞いた。歴史好きだから。歴史か。わしらはもう過去の人っちゅうことかの。いかにも、わしは歯抜け同盟のメンバーじゃよ。なぜ歯抜け？メンドーザとの関係は？グラップラーどもがこの町に人間狩りにやってくる前から、メンドーザとわしらは長い間敵同士として戦った。メンドーザが手下を集め、暴力でこの町を支配しようとしたからじゃ。ところがある日、メンドーザが休戦を提案してきた。共に手を組んで人間狩りに来るグラップラーと戦おうと言うてな。それで？だがそれは罠じゃった。メンドーザはいち早くグラップラーに話をつけて手下になっていたのじゃ。グラップラーに絶対服従する。定期的に生贄も差し出す。その代わり、支配者としてこの町を好きにさせてくれとな。わしらは裏切られ、仲間のほとんどはグラップラーに連れ去られた。ひどい話。あんたはなぜ助かった。わしらは捕らえられ、何台もの輸送トラックに閉じ込められた。だが銀歯が走っているトラックの鍵を破ったんじゃ。わしらは脱出できたが、他のトラックはそのまま走り去ってしもうた。以来わしらはチリジリになったまま、歯抜け同盟は本当に歯の抜けた集団になってしもうたのじゃ。面倒座に復讐したい？したくないと言えば嘘になる。だが復讐などもうどうでもいいんじゃ。今はただ、日々心安らかに過ごしたいと願うばかりさ。いつも追われてビクビクしながら生きるのはもううんざりなんじゃよ。ところで、ぼちぼちわしの入れ歯を返してくれんか。一応予備の入れ歯もあるんじゃが、その入れ歯が最高なんじゃ。そうだ、これを使えば。ペペチは金歯に金の入れ歯を返そうとして手を止めた。そうだ、この入れ歯をメンドーザに渡せば、金歯は死んだとメンドーザに信じ込ませることができるかもしれない。なんじゃ、どうしたんじゃ。入れ歯は預かっておく。そうか、そう言うならまあ無理にとは言わんが。そういうことなんですか。入れ歯預かっておく。金歯は倒しましたよっていうことね。ネズミの始末はついたのか。ああ、ついたよ。なんだと本当なんだろうな。まあいい、面倒座様に合わせてやる。ついてきな。武器は預かっておく。預かられちゃうんだよな。戦えないのかな、面倒座と。なんだ、金の入れ歯を見せる。なんだこの薄汚い入れ歯は。おい、まさかこれは。わらひの入れ歯レフ。金歯の入れ歯だ。確かに奴の歯はこういう歯じゃった。むふふふ。むはははは、むひひひ。おいぼれめ、とうとうくたばりおったか。いい仕事するだろ。お前がやったのか、このバカ者めが。生かして連れてこいと命令したはずだぞ。見た目つけて、もう一人の居所を吐かせる。それを楽しみにしとったのに、ぶち壊しおって。じゃあ報酬はいらない。まあいい。これで少なくとも。ドブネズミを一匹始末できた。300ゴールド払ってやろう。ついでに、残るもう一匹のネズミも片付けてもらうぞ。今度は生きてでも死んででも構わん。見事に銀歯を始末したら、さらに500ゴールド払ってやろう。なぜそれほどこだわる？奴らがそこらで堂々と生きてるかと思うと心が休まらんのじゃ。いつわしに復讐しに来るかもしれんからな。おっと、ふふふ、なんでもねえよ、ふふふ。んで、返事はどうした？もう一声。500ゴールドじゃ不服だってのか。つけ上がるなよ、若造。お前の代わりなんぞいくらでもいるんだぞ。任しときな。できれば生かして連れてこい。これで楽しみが一つ増えたわい。続、ネズミの始末が発生。なんだ、今度は銀歯かな。済んだぜ。報酬 300G ね。預かった武器だ、受け取れ。一緒に食事でもどう？今度は私に、考えとくよ。長年にわたりくすぶり続けてきたメンドーザと歯抜け同盟の因縁に始末をつける。始末をつける。メンドーザ倒せばいいんじゃないのかな倒せないのかな。戦うことができないよね。銀歯に会いに行ってみようか、じゃあ。ちょっと遠いところにいるんだよな、銀歯。なんじゃ、まだわしを働かせるつもりか。あんた、歯抜け同盟の人？うん、歯抜け同盟か。昔も昔、大昔の話じゃ。面倒座をどう思う？あの野郎にはまんまと一杯食わされた。おかげでこのざまさ。奴が死んだと聞きゃすっきり爽やか、幸せな気分になれるだろう。だがそれだけだ。それ以上でも以下でもねえ。恨みなんてものはよ、五章大事に抱え込んでいるうちに、カビが生えて腐っていきやがるのさ。さっさと捨てちまう方が身のためってもんだ。面倒座は捨ててないぜ。そりゃどういう意味だ、あんたまさか。面倒座の飼い犬になってわしを始末しに来たのか。事情を話す。なるほどの。歯抜けでもふ抜けでもない、ひ抜け団か。今時の若いもんもなかなかやりおる。わっはっは。そういうことなら、わしのこの入れ歯、あんたに預けてもいい。入れ歯また入れ歯かよ。わっはっは、冗談冗談。入れ歯でなくてわしのこの命、あんたに預けよう。どうせこの先、そう長くは生きられん。好きに使うてくれ。その命どう使えばいいかな？その火抜け団とやらいう連中はいずれ面倒座と戦うつもりなんじゃろ。とすれば、その時を待って使うのが一番じゃろうな。わしを連れて行けば面倒座は油断する。そこが付け目じゃ。じゃあ面倒座に会いに行こう。今すぐにか？あんた一人で奴を倒せるってのか？一人じゃないだろ。わしを当てにするな。わしはもうただの老いぼれじゃ。策もなし、味方もなしでは面倒さは倒せんよ。味方はいる。わしを当てにするな。わしはもうただの老いぼれじゃ。味方はいるってば。やっぱやめとく？せいてはことを損じるというからの。面倒座に会いに行こうよ。味方もいるでしょ。なんだ、まだ足りないのか何か。達者でな。この命が面倒座を倒す役に立つなら本望。その日が来るのを待っとるぞ。まだ何かやり足りないことがあるんですね、多分ね。一旦戻ろうか、じゃあ。わかんないですね。もうちょっとこれ以上ね、このクエスト進める方法がちょっとわからないので、別のことをしていこうかなと思います。ところで、ぼちぼちわしの入れ歯を返してくれんか。もう入れ歯はいらないんじゃないかな。ペペチは金歯に金の入れ歯を手渡した。あ、よしよし。よう帰ってきたの。ふが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 。うんぐうんぐ。あ、具合じゃん。やっぱお前が最高じゃよ。歯抜けの金歯に何か聞きたいことでもあるのか？あんたがリーダー。いや、もう特に聞くことはないだろうな。いざという時は頼りになる男だが、奴を嫌う者も多かった。その点わしはこの通り、根っから明るいアホじゃからの。なぜ歯抜け？わしらのグループは面倒座の一味と戦うために、わしと銀歯が手を組んだことから始まった。たちまち二人とも歯抜けだったから仲間たちが大笑いしてな。いつの間にか歯抜け同盟と呼ばれるようになったんじゃ。多分入れ歯借りようと思えば借りれるんだろうな。といったところでちょっと一旦今回はここで終わりにしようかなと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価もいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。